日本の皆さん、こんにちは。アメリカの皆さん、こんばんは。そして、ヨーロッパの皆さん、おはようございます。人生100年時代、元祖、ポートフォリオワーカーのマダム・ホーです。ポートフォリオワーカーというのは、こちらの小学館さんから出していただいた本にあるように、複数の収入を持つ生き方、これを提唱しています。まあ、複数の収入を持つ、例えば、本業1本だけでなくって、あ池,池浦さん、 こんにちは聞いてくださってありがとうございます収入が一本じゃなくって例えばあ本業副業兼業そして投資また起業そういった感じでいろいろなものからの収入を持ってた方がいいですよっていうことなんですねこれを英語では Multiple Streams of Income と言うんですけれどもこのようにこの複数の収入源がある方が リスク分散にもなるしまたあなたの心のためにもいいということなんですね。でこのポートフォリオワーカーということでいろいろなライフスタイルをご提案しているわけなんですが今日のテーマは色彩心理学です、まあ、私たちはこのように今コロナ禍でライフスタイルが随分変わりました。企業によってもリモーートワーク を認める企業が多いですし、また私なんかもあのいちいち現場に行くよりもこのリモートワークでできるだけすればいいなと思ってるんですね。でそこで一つ気がついたことがあるんです。それについてお話をしたいと思います。この色彩心理学っていうのはこの色と皆さんの心っていうのがまあ、密接に関連しますっていうことですね。ですからこのカラーセラピーとか。 カラーセラピストっていうような職業も出ているわけなんですけれども私気がついたんです今この私が洋服を着ていますけれども最近の私はどうもオレンジが好きになってきてるんですねこれってとっても不思議でもともと赤は好きだったんですがオレンジはそれほどでもなかったんですで私の場合は風水中国の風水をしますあ えっと塩田さんこんにちは。聞いてくださってありがとうございます。で、この私がする中国風水では赤とオレンジっていうのは実は全く違った要素なんですね。この中国の風水では引用五行説をもとに8つのエレメントがあるんです。けれども、赤っていうのはズバリ。皆さんもご存知の。 火のエレメントなんですね火、ファイヤーですねだから赤なんですところがオレンジって言うと赤に近いんですが風水的にはオレンジは土のエレメントなんですなぜかって言うとオレンジカラーっていうのは土、アーストーンですねこの地面の色のファミリーだっていうことになるんですですから私の場合も ののエレメントの赤は好きだったんですねそのいつも疲れているから赤をビタミンカラーに当てたんですがどうもオレンジは苦手だったのに、まあ、ここ最近5年ぐらいでしょうか気が付くと結構オレンジを持っているということですねまずこちらこれはもう皆さんご存知のエルメス、まあ、エルメスはもともと私は学生の時からエルメスファンなんですがそのエルメスも嫌いな ここととっっていうとこのオレンジボックスだったんですねエルメスの,あのブランドカラーオレンジこれが大嫌いでうんエルメス好きだけど箱だけ嫌いだったんですが最近は受け入れられるようになったんですねそれとこれなんですけれどもまあ5ヤールのカバンに結構コレクションしてるんですけれどもこれもどうでしょうかこの5年ぐらい前からこのついに。 オレンジと黄色も買ったんですねオレンジ黄色っていうのがさっき言ったあの風水ではアーストーン土の色なんですねですから普通私は土の色はあまり好きじゃないんですがオレンジのゴヤールを持っているそれからこのまあ5年前からあのジムにもスポーツジムにも行って特にこのストレッチのヨガが気に入ってるんですが見てくださいこれあの5本指の ビブ,ビブラムっていう五本指で有名なあの靴屋さんなんですがこのビブラムが出しているヨガシューズこれもオレンジなんですよでこんな感じで今度仕事なんですがちょうど先月ですね私が3年前に買ったこの MacBookAir が。 ついにダメになっっちゃったんですねなんか3年で壊れるってちょっと今回は早かったなと思うんですけれどもやっぱりこの3年間でこういろんなアプリとかソフトができてでそういうものを使うとコンピューターが過労死したみたいでこの MacBookAir がちょっとだめになったのでついに iMac デスクトップの Apple コンピューターを買ったんですね。 そうすると昨年2021年からこの iMac ダッシュ24というのはその24インチのディスプレイがついてくるんですけれどもこれがね7色の色展開をしてるんですよ。でこの7色の色展開をしてるっていうのがやはりまあ、Apple さんがあ去年出たっていうことはもうコロナ禍 の時に出たわけですからやはりコロナ禍で皆さんが家に閉じこもっているステイホームそれとかやっぱりリモートワーク自宅で仕事をしている人を、まあ、想定したかどうかはそれはわかりませんけど私の後講釈なんですけれども7色デスクトップで展開しているってこれはすごいなと思ったんですね例えば iPhone でもまあ4色か5色ぐらいなんですが7色。 でその中でさっきも言いましたけどもともともと私はあのオレンジカラーは好きじゃなかったんですけれどもなぜかアップルストアに行って色を見た時に私も夫もディスプレイされていた中で一番オレンジが綺麗よねって思ったんですよ。なんかオレンジが綺麗 と思ったんですねそれであの買ってきたわけなんですがどこまでこのアップル社がこだわっているかということが驚いたそのことについてお話をします、まあ、アップルの創業者であるスティーブ・ジョブズさんはすごくいろいろな細かいところにこ,、ま、あのこだわる方ですよねですから、にこだわるんですけれどもでそういった中で まずこのディスプレイの画面ですね、ここにちょっとこのオレンジがある、まあ、それは分かるんですが、実はね、これですよ、ちょっと待ってください、あ今ちょっと取れない、これからからから、これ、これ、ここのアップルの Bluetooth でお揃いのキーボードがついてくるんですが、見てください、キーボードもオレンジですよ、ちゃんとこういうところがオレンジに色を合わせている、これだけじゃないんですよ。このを買うと キーボードとマジックマウスっていうアップルのマウスが来るんですがほらこれもオレンジなんですわかりますもうキーボードとマウスのこういったところがオレンジでそれだけじゃなくてこれねブルートゥースなのでバッテリーが切れるんですねこの電池を入れるんじゃないそうするとこういうケーブルがついてきたんですねこれなんだろうとか最初思ってたら これが実際、例えばキーボードあ、ごめんなさい、マジックマウスをチャージするときにはここに挿す。それから、キーボードも Bluetooth ですから、ちゃんとここに穴があって、ここにこう挿すようになってるんですね。で、ここもまた見てほしいんですこの Apple さんのこだわり、この付いてくる付属の,あのチャージ用のケーブルですよね。これがね、オレンジなんですよ。 このオレンジっていうのがちょっとあの分かりにくいかもしれないんですがピーチカラーピーチピンクっていうんですかねこの私が今着ているカーディガンのこういう濃いオレンジじゃないんですよねだけどこういうあのマウスとかキーボードは結構ちょっと濃いめのそれからディスプレイもこの色なんですが。 ケーブルは見てくださいいこの心にくいですよねなんかピーチカラーっていうか、うん、ピンクピーチっていうかサーモンピンクっていうかちょっと淡めの色にしてるっていうところがもう憎い私はなんかこれがすごいなと思いました最初これなんだろうとかわけ,わけがわからなかったんですがこのマウスとキーボードをチャージするためのものなんですね であとは何がすごいかというとちょっとこれパソコン画面をお見せできないんですけれどもパソコンで例えばこの入力をしたりするところもオレンジになるんですよ多分その他の iMac24 の他のカラーのはあのお店で見なかったんですけど多分この黄色だったら黄色の,なんか文,字にあの文字って言うんですかねこうカラーになるのかな。 よくあのコピペとかする時にこう色が変わりますよね。あれがオレンジにな,るん,ですよなんかもうアップルさんってすごい、まあ、そういったことでこの何を言いたいかっていうと色彩心理学を上手に使ってこの私も最近この5年ぐらいもともと苦手だったオレンジの色に最近はすごくねこうやってビブラムのヨガシューズであったり。 ゴヤールのトートバッグであったりとか結構やってるんですがついに私のデスクもう聖域ですよね私のデスクにオレンジの iMac がやってきた そうすると不思議となんか先ほどちょっと検索をしたらオレンジっていうのはポジティブとかっていう効果とか意味があるらしいあボビーさんもこんにちはボビーさんもあのいつもメルマガ登録してくださって先週のメルマガも見てくださってありがとうございますボビーさん、うん、ほんでそのついに私のデスク書斎のサンクチュアリーにオレンジがやってきたんですが。 これが意外といいんですね。ですから私も皆さんへの一つのご提案として、別にアップルから何もあのお金もらってませんけれども、もし皆さんがリモートワークとか、あとそのなんかプチ企業とか、家でのお仕事をなさっているで、なんかこうハッピーな気持ち、仕事をするのが楽しくなりたいなとかって思ったら、iMac おすすすめででアップルの iMac その中で、まあ、7色の色を展開しているので私は偶然オレンジを初めて買ったんですがなんかいいですねそれでこの色がねやっぱり楽しいとデスクに来て仕事をするのがとっても楽しくなるんですね本当に今まで私のビタミンカラーは赤だったんですがオレンジっていうのもこのカーディガンもそうなんですが 意外と意外といいそして日本人にはやっぱりこのちょっと黄色みがかかったオレンジっていうのはこのお肌にも合うのかもしれませんはい今日はこういうところですあの本当にボビーさん メルマガのあの見てくださって読んでくださってありがとうございます。もし皆さんもメルマガにご興味のある方は無料ですから、えっとマダムホー .com ですね、マダムホー .com の公式ホームページにいらしてください。あの最初にいらっしゃるとパッとポップアップウィンドウが出てそこからあの申し込んでいただけることになります。 何今、円安なので買うのはもう少し様子見あそうなんだただね、ねボビーさんあの企業によってはこういうあの輸入品の企業によっては、えー、為替通貨の日本価格の調整をこのいつするかってこう定期的にするのが企業によって決まってるんですね例えば年に1回とか6ヶ月に1回とか。ですからまあ あのアップルさんの日本の価格は分かりませんけれども、まあ、急に最近円安になっていますからもしかしたら今、店頭価格はまだ前の価格かも,かもしれません、まあ、ちょっと見てみてくださいでも本当にこれ良かったそれからボビーさんもあれじゃないですかプチ企業なんかやってませんでしたですから私の場合はもちろん皆さん税理士さんに相談してほしいんですがこのようにこのオンラインでの,その、まあ、本もね あの本一応作家ということで本を出していてでこの本に関連してこうやって皆さんへのメッセージの配信していますから私の場合はパソコンとか iPhone とかインターネット代とかが経費で落とせるんですねですからボビーさんもぜひあのまずアップルの店頭価格があの昨年からまだ調整されて 企業なさっているのであれば、経費でどこまで落とせるか、一度あの税理士さんにお尋ねください。まあ、こういうね。経費で落とせるとか。こんなお話はオンラインサロンでもやっています。オンラインサロンについても、あのマダム4。com の公式サイトでご説明していますので、まずは皆さん無料メルマガ登録してくださいね。あの 園の部さんも今日登録してくださってありがとうございます。では皆さん今日はここまでです。ごきげんよう。さよなら。